んばんは、フェマールでございます。今日はこちら福井県の大野市、今仏原っていうところにやってまいりました。国道158号線を走っております。で、この158号線のこの辺りですけども、旧道とハイトンネルがあるところがあるそうなんですけども、あまり情報を僕は知らないんですね。で、本当に行けるかどうかはちょっと分かってないんですけども、とりあえず向かっております。よろしくお願いします。あれか、あそこだな、これだな、ここだ、ここ入ってきましょう。これか、あーはーはーはー、とりあえずちょっと行けるとこも行きますわ、めんどくせえ。じゃあこれが旧道だそうです。ここに車止めていくしかないよね、これ。さすがにこれは車で行ったらあかんやな。はい、それでは今から158号線、こちらの旧道の方やってまいりたいと思います。行きましょう。正直全くもってどういう状況なのかさっぱりわかりません。これ道だったのかね。右手にはこの橋があって、そしてドックシェット、スノーシェットですね、がありますね。これでも、ひどいね。まあ一応ここ平場になってるから道にはなってるんか。この草の先はこういう崖というか河原につながってるから気をつけないといけませんね。しかしこれトンネルあんのかね。落石倒木、そしてここは、何側になるのかな、これは。まあ昔はその向こう側の、要は橋を作るのが嫌って、川を渡るのを嫌って、こっちへ旧道があるんじゃないかなと思うんですけど、石が大きい、ここ注意ね。ここなんか結構崩落してるから気をつけましょう。あー険しいね、ここ注意。だからあんまりね、この端っこは歩きたくはないんですけどまあなるだけ斜面の方行きたいけど、斜面は斜面でね、落石あるしね。これトゲのやつ、トゲのあるやつだな、痛いやつ。行けて行けて。ひどいね、土砂崩れだね、めっちゃ崩落するやんけ。思った以上に険しいな。でも誰か通った跡はあるんだな。ここ注意。あ、お、あ、ひどいな。よいしょ。この158号線も長野の方まで向かってますけども、その長野方面もいろいろと険しい、いろいろな廃道とかあるんですけども、この福井県区間も意外とこういう道があったんですね。とにかく落石がひどい。で、この先にハイトンネルがあるらしいんですよ。なんかね、昔サイトで誰かので見たんですけど、ただ今探したら見つからなくなっちゃって、全く情報がわからない状況で来てます。ここもまた激しく崩れてますね。
石がなんか特徴的な石ですね。でもこれ本当にトンネルあんのかね。これ別にトンネル掘らなくてもなんか別に向かえそうじゃないか。これ川沿い削っていけばいいんだから。結構長いな。あそこに発電所が見えてきましたね。うわー、またすげえ崩落。ああ、え、あ、まさかここかな。ここが怪しいぞ。ここ、こっち道ないよね。これトンネルかもしれない。ただここすげえ危ない、気をつけよう。これ上から行った方がいいか。あ、これ、あ、いや、上から行こう、危ない。うわ、上から行きますわ。いや、でもなんかここ怪しくねえか、これ。あそこにあのロックセット滝になってるとこあるんですね。あそこ行けんのかな。さあ、なんか怪しいぞ、ここ。どう見てもこっち道ないから穴もあるんかな。あ、穴ある。あった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  あった。こんなんや。ちょっとこれアクセス気をつけよう。158号線原道から向かって反対側旧道を渡ってきてぽっかりと穴が開いてました。ただちょっとこう入るの気をつけましょう。なるだけ端っこ。あとね、穴に何もいないか見とかないとね。おお、これ閉塞か。閉塞か。あ、開いてる開いてる。ひでえなここ。とりあえずここまで。あ、涼しい。おい、誰もいない。ないね。こんな状況ですわ。悲しいかな。まあ、とりあえず入ってみますわ。お、急だね。ちょっと杖をつけていきますかね。そりゃ危ないやつを落としていきます。すげえ。あ、でも結構新しいのトンネルだね。素掘りじゃなくてちょっとこれ転がってきますわ。ちょっとずっていきます。これずらないといけんわ。そう、ちょ、これマジずっていきますわ。ずらないといけねえ。あ、でも腰板はこの素掘りか。おお、ほほほ。あ、立派なトンネルじゃん。あ、入った。この通りもう閉塞気味ですね。これ帰るの嫌やな。こう、今日のライトはソフィンさんの Q8 プロです。これレポートしないとあかんんですけど、今度詳細また言いますけど、今日はとりあえず使ってます。これね、1万2000ルーメンあります。だからあの某社の1万4000に匹敵しますけど、値段は1万以内ということです。あー、すごい、すごい。あ、腰はこれ岩なんだね。で、これなんだ、ハイブリッド構造だ。見たとこ、これ昭和のどうかな、昭和30年ぐらいのトンネルじゃないかな、これって。もうちょっと前なんかな。それとも元々あったトンネルを、素掘りをこれこうやって拡幅増強したのかもしれません。見事に塞がってんな。岩がこの何岩っていうか、ちょっといつも未だに分からんだけど、こういうもうちょっと脆い岩ですね。ああ、なんかちょっと天国やな。ああ、痛い痛い。ほい、ああ、なんかこっちは楽やな。やたらトゲのあるで、トゲのあるで、あの草ばっかで、いて。ああ、あった、歪み隧道って書いてありますわ。
歪み隧道ですね。これがいわゆる旧国道158号線の歪み隧道だと思われます。もしやするとですけど、あの水力発電所ができた影響で急道になったっていうこともなきにしにあらずかな。どうかな、そんなこともないか。あの先の多分歪み発電所っていうんだと思うんですけど、あそこ通れんのかな。こんな、いた。お、なんか塀というか防波堤というか壁がありますね。これなんだ。なんかあの水力発電に伴った作られたものでしょうかね。これ多分旧道から作られたものではないような気がするんですけどね。屏風みたいな岩な、これ怖いね。すごいこういう感じで屋根状になってるね、これ。そしてこの今日はこのトゲトゲがいてたまらん。スカイツリー、こっからひでえやぶこぎだな。もうちょっと管理されてないわな、こんなとこ。やぶこぎはいいけど、このトゲトゲ、これが痛いんだよね、でもさっきから。まあそこはワークマンの頑丈な服なんで耐えれてますけどね。とりあえずあのロックセットまでは最低限行こう。このロックセットは投資物かな。上部架線のロックセット、スノーセットかな。まあどっちかより兼用かな。なんか書いてあるよ、明治商人巡礼の日、なんか記念碑がありますね。いやで、まあ歴史ある道ですよね。美濃の国から越前の国へ来るための道でもあったんかな、昔は古来からのね。滝のロックセット、あそこも滝になってんだ。すごい作りだ。はい、そしてこれが歪み発電所かなになっております。でちょっとこれはさすがに入っちゃいけないところですよね。すげえ。はい、ここまでやってまいりましたけども、一応ここから先って私有地っぽいんで、先ちょっと見させてもらったら柵あって国道出れるんですけど、柵越えてはちょっとあまりね、あんま芳しくないんで、こっちから行った方が楽なんですよ。楽に向こうから帰れるんだけど、やっぱちょっとね、そういうのしちゃダメなんで、またちょっと大変ですけど、またこっちから帰ります。はい、ということでここをまた帰ります。ハイトンネルの方がすげえ安定してるから楽です。ね、コウモリいないの、こう。ほんとすごい高く持ってた。はい、もう間もなく終点、もスタート地点に参ります。ここに車が通ってたんですね。考えられないわ、これだけ30年ぐらいなんかな、これ。ちょっと出たか分かんないけど、その間にこれだけ口滅びて人が通れず、トンネルも塞がれ、獣しか通らないような道になってまいりました。でもかつてはここに皆さん、さっき見たような明治商人さんが通られた遺跡とかあったし、そういう歴史ある道なのかもしれません。でそこを、まあ、朽ちては行ったといっても、こうやって映像に残すことができてよかったと思います。はい、現場行きます。で、歪みスノーヘッドを通過します。なんか距離にしたらあっちまだね。で、歪み第一ロック、シェルターですね。はい、ここですね。ここは立ち入り禁止となっておりますんで。はい、ということで今日はこれまででございます。それではおやすみなさいませ。ヒマノです。ありがとうございました。バイバイ。